こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は非常にレアなヤシが入荷しましたのでご紹介したいと思います。こちらなんですが、ココスリナックスというヤシでですね、ちょっと非常に珍しいトリニダーとドバコあたりの、カリブ海沖のヤシらしいんですが、何がいいかっていうとですね、この葉っぱの形といいますか、非常に繊細な姿ですね。流通が非常に少なくて、あまり園芸の方、市場とかでも全然出回らないんですけども、今回ですね、一鉢だけお店の方に入荷してきたんですが、非常に美しいヤシとして有名です。で、成長ちょっと遅めなんですけども、なんでここまで大きい大きさっていうのが、ほとんど出回らないといいますか、この大きさ自体がすでに珍しいというところになって、僕も初めてこの大きさでは見たんですけども、非常に美しいヤシですね。ヤシ好きの方には多分たまらないんじゃないかな。何が綺麗かっていうと、このもうほぼ円形状のですね、切れ込みの入ったこの葉っぱがですね、非常に美しいっていうのと、こう結構幹肌というか、この傭兵の方もスンスンと立ち上がるような美しい形なので、インテリアとかにも非常に合うんじゃないかなと。性質は非常に頑強でですね、寒さにもそんなに弱くないので、お部屋の明るめのところであれば、葉崩れもせずに、ずっと楽しめるんじゃないかなと。逆に成長が遅いので、本当に長くこの綺麗な形のままで保てるっていうのがまたいいところじゃないかなと思いますので、なかなか数が少ないんですが、もしちっちゃい苗でもね、見つけられましたらば、大きく育てていただくっていうのが、非常に楽しいことだと思いますので、ぜひやってみていただければいいかと思いますので、よろしくお願いします。